Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. ただいまお水とメニューをお持ちしますね。え、あー違います、それじゃなくて。だからファミレスって嫌なのよね。温室育ちのアマちゃんお嬢様がうるちゅるしてるし。あんた自分が勝った気でいるんじゃないでしょうね。は？結局事前情報の問題なわけよ。あんたがレールガンだって分かってたらもっと念入りにぬいぐるみを。フレンダー。え？あんたが片付け忘れたぬいぐるみのせいでこいつを逃がしたってこと忘れてないわよね。そうだっけ。もっと反省しろボケ。何事ですの。え、店内での揉め事は他のお客様のご迷惑になります。ジャッジメントとして見過ごすわけには。あ、ってお姉様でしたの。こんな公衆の面前で揉め事を起こしてらっしゃるなんて。もう起こしてないわよ。私はただもう少し行動を慎んでいただきませんと。か弱い一般人を相手に喧嘩などなさっては。誰がか弱い一般人だ、この小学生が。ああ私のことでしたら見ての通り歴史とした中学生ですのよ。それにあなた方の身を案じていってますの。お姉様を本気で怒らせてはあなた方の命に関わりますのよ。だから雑魚は引っ込んでろって言ってんの。やり合えばボロクズになるのはそっちなんだから。聞き捨てなりませんわね。お姉様を時和台のレールガンとしてのザレ事です。小娘とは実践のキャリアが違うっつうの。結局この無理のが勝つわけよ。いいえお姉様ですわ。無理のなわけよ。お姉様だって。無理のお姉様。年食ってら言ってもキャリアさんだ。小娘の無理が負けのわけよ。確かにお姉様は下着はキャラ物で、あまつさえ生活用品は全てファッシーグッズというお子様趣味ですけれど、時和台のエースとして恥じない力を持っていらっしゃいますわ。無理のだって。それ誰に見せるんだよってぐらいエロエロな下着隠し持ってたりする痛いとこあるけど、能力だけは無敵なわけよ。結局そんなまな板で陥落ってもんが出ないわけよ。大きさでしか語れないとお下品な。将来性を考えればお姉様の方が。おいおい、どこ触ってんのよ。もう。